僕はそうですね、パチンコ屋で再会するシーンがあって、あの時のユージのに久々に顔を見せるっていう。で、高校時代にユージの前でタバコを吸ってたりっていうところはないと思うんですけど、大人になったユージに、なんて言うんですかね、とにかく佐々木はタバコが大好きなんで、僕もタバコが大好きなんで、それをいかに全部の吸い込んだ煙を体の中でこう循環させるように、なんか佐々木の吸い方っていうのが僕の中で明確にあったので、それは体現しようっていうのは思いました。で、今季節がいったここのシーンの時は、僕は目をつぶって死んでるのでその場にいたんですけど、台本にないタバコライターで火をつけるカチッっていう音が聞こえた時に、僕も季節と同じように、あ、今この瞬間はユージと俺しかいないっていう、なんか空間がちゃんと共有できた記憶があります。ありがとうございます。今美術の話が藤原さんから出してくださったのでお伺いしたいんですけれども、本当にこの部屋、私最初に映画を拝見した時に部屋の美術が素晴らしいなと、思ったんですね。監督、その美術監督の方と、どのような、議論といいますか、ディスカッションでこの部屋のイメージを作られたか、ちょっとお伺いできますでしょうか。そうですね、僕は美術に対する思いがそもそも強いんですけど、ちょっと今日いるので、なんかあんまりこう、なんとかっていうのが言いづらいんですけど、女性の福島さんなんですけど、彼女のことを僕はすごく信頼していて、僕の映画以外の仕事に関しても大半を僕の仕事を支えてもらってる人なんですけど、精神面から支えてもらってるような人なんですけど、福島さんは、福島さんの話するのはあれか。ただその作り方として、目に見えるものだけを作らないっていう精神が僕と福島さんの中には、佐々木には少なからずあったと思ってて、それまでどうやって歩いてきたっていうか、そこまで歩んできた軌跡みたいなものを部屋に散りばめたり、映らないところも、そこに空間に演じて体現するのは役者さんなので、役者さんが映ってないところを感じてしまえばよくないし、その映らないところが映画が映るようなことだと思っているので、美術は特に部屋とかは主に、ユージの家もあるんですけど、佐々木の家も2つ登場するはずで、その2つもどれぐらいの時間経過があって、そこに佐々木のぬくもりを感じれなかったら意味がないので、絵にはもちろん温度は映らないかもしれないけど、その温度が映るような設計みたいなものは入念に話したり、例えばなんですけど、映画ではもしかしたらその登場に意味はないかもしれないんですけど、僕がその、漫画とかその原作の小説だったりとか、多数の美術とか、絵とかがいっぱい出てくると思うんですけど、それも美術部のアイディアではあるんですけど、僕のことをかなり汲んでくれて、結構こう精神性をこう一緒に共にしたなと思ったんですけど、佐々木がそのこの部屋で、ユージが座る場所のちょっと奥に、僕が人生で一番大切にしている「バカボンド」という漫画が置いてあるんですけど、1、2巻だけ置いてなくて、その1、2巻はユージの部屋にあって、それは僕たちっていうか、みんなで作り上げてきたストーリーを一つ一つ積み上げたものなんですけど、そういうことを一つ一つを大事にするっていうのが、映画の良さかなとも思っているので、美術には、思い入れはかなりありますね。ありがとうございます。とても素晴らしかったです。先ほどの話をお伺いして、何て言うんでしょうか、途中からフィクションであることをいい意味で忘れてました。なんか生きてる姿をそのまま追っかけているような、そんな感覚にとらわれる一本だったと思います。で、質問が2つありまして、1つはとっても単純に、タイトルを初めて聞いた時、もうメリー・ジェーンのことしか メリー・ジェーン・イン・マイ・マインドって、メリー・ジェーンはい、なるほど。皆さんご存知か
どうか鶴田ひろさん、ね、そこからやっぱり何かインスパイアされたものがあったのかなっていうのをまず単純に疑問に思ったのと、あとは、その多分実体験に基づくお話って伺ったところで、やはりあの須川さんのこう実際に住んでた町でやっぱり撮影しようということになったのかもしれないんですけれど、ロケ所としてああいったお好み焼き屋さんとかあのバッティングセンターがある町をどのように選定されたか、私自身はそこまであの人が少ないとかじゃなくて、割と都会の都市部の方で割と進学校みたいなところに間違って入ってきちゃったので、ちょっと内地とは違うところで、あの北海道なんです、札幌なんです、藤原さんと同じ札幌なんですけど、その町の内地のそのちょっと地方なんていうことがちょっとあの分からないところもあるので、どうしてそこになったのかっていうのをちょっと聞きたいと思いました。以上です。まあ僕だけの話でいいですよね。存じておりますが意識はしていないですね。まあ、最初は例えば、まあ、何回もタイトルを考えていたんですけど、佐々木っていうワードだけの時もありましたし、ロンググッドバイカリっていう瞬間もあったりとかして、最終的に僕とプロデューサーとガクと3人で、まあ、いろんな意見を出して佐々木インマイマイン点のどこ打つかまでも決めたんですけど、まあ、見終わった後にどういう気持ちになりたいか、自分がなりたいか、なってもらいたいかっていうのだけを結構思いを強くして決めたタイトルでして、まあ、そのビジュアルもなぜそこにするかっていうのもすごく僕には意味があったんですけど、キャッチコピーしかり、全てなんかこう映画とそういうものがリンクするものを、タイトルにしたいなと思っていたのと、劇中に出てくる登場人物の名前をタイトルにするっていうのが結構自分の中でずっとあって、なんかそれを日本映画は結構避けがちだなと思っていたりする、まあ、僕は思っているだけなんですけど、なんかそういうの、まあ、複合的な意味なんですけど、みんながどうやって持ち帰ってもらえるかっていうものを考えて、佐々木インマイマイン、インマイマインってなんだろう、自分だったらどういうインマイマインなんだろうとかって、100人お客さんがいたら100個のインマイマインがあればいいなと思ってつけました。どういうところにこだわったかってことですかね。さっきの美術しかりなんですけど、ロケーションはとても大事にしていて、映画作りは、まあ、僕は脚本を誰に渡したくないし、脚本が一番まず大事だなと思ってそこを時間をかけるんですけど、面白い脚本があるって前提の中で、俳優部とロケーションで8割以上映画は決まるなと思っていて、それを10割に持ってったり、みんなの力をちょっとだけ助けるのが僕の仕事だなと思って臨んでいるところがあるんですけど、なのでロケーション、まあ、相当こだわったとしか言えないんですけど、まあ、額は大阪だったり、季節は札幌だったり、僕は新潟だったりするんですけど、その例えば今日いらっしゃるお客さんもそれぞれの故郷があるだろうし、年齢も違うと思うんですけど、みんなが同じようなことを思い描いて、なんでわかるのって言えるって、僕が映画の普遍性のいいところだなと思っているので、佐々木はそこを逃げずにやった方がいいなと思ったので、自分も故郷を思い出すだろうし、見てくださった方も思い出すようなロケーションの手触りとか土着感とか空気感みたいなものはすごく大事にして、それを映画に取り入れようと思ってロケーションは選びました。ありがとうございます。すいません、ちょっと今日時間が限られておりまして、次で最後の一問になってしまってごめんなさい。今のお客様は2つ隣のお客様が先ほど同時に手を挙げられました。マイクを交換してお渡しいただけたらと思います。お願いいたします。すいません、あの美術の話が出したので1点そのことについてなんですけど、物語の前半でファーストカットと、
ユージと佐々木がボクシングの試合を見てるシーンに、あの山形の庄内垣の、美術で出てきてたと思うんですけど、あとユージと、俳優仲間の須藤が、出会うで登場してくるシーンの日本酒のカップが映ってるいっぱいあるシーンで、そこもなんか庄内のお酒が出てきてたりとかしてたと思うんですけど、そこには何か意味があったりしたのかなと思って質問です。ですね、庄内に限らずと言うしかないんですけど、例えば僕が新潟でおばあちゃん家に行った時は新潟なのに和歌山のみかんとかずっとあったりとか、なんかその感覚ってみんなあるんじゃないかなと思った一個のエッセンスとして、その多分段ボールがあったはずで、それをそう感じてくれたらいいなとは思って配置してるはずなんですけど、庄内に限らず結構いっぱいあるっていうことなんですよね。で、日本酒のところもそれ以外も結構配置していたりして、まあ、日本らしさを佐々木はどう取り入れるかっていうのは結構やっていてですね、なんでしょう、パチンコとかもそうですし、まあ、富士山でも何でもいいんですけど、そのらしさをどう、日本らしさを海外に伝えるか、海外から見ても日本らしさがいいかとか、でも海外になんかなんでしょう、インバウンドみたいになんかそういう戦略的な感じで見せないっていうのもあったので、なんでしょうね、その僕らが思い描くその故郷のらしさっていうものは美術には絶対に入ってるかなと思ってます。ありがとうございます。すいません、ちょっと時間が来てしまいました。細川さんと藤原さんに、あまりご質問ができず申し訳なかったんですけれども、最後、一言ずつ頂戴したいと思うんですけれども、まず細川さん、すいません、ちょっと、お話できなかった思いの丈を最後一言お願いできますでしょうか。はい、この佐々木インマイワインはずっとずっと作りたかった映画で、まあ、でも僕のこの長い思いなんてもう今どうでもよくて、ただ目の前にある自分が本当に面白いと思ってる映画をこうやってたくさんの方に見てもらえたことを本当に嬉しく思いますし、この映画のためにどうやってこれから自分が俳優として立っていくのか、どうやって進んでいくのかってことも前向きに捉えられるような作品になりました。本日はありがとうございました。藤原さん、お願いします。今日は本当見に来ていただいてありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。めちゃめちゃ頑張ります。ありがとうございます。そして監督、最後に一言お願いします。はい、まあ、この状況下の中で自分の身を削りながら、僕らもそうなんですけど、同じ場所にいてくれてありがとうっていう気持ちがすごくありまして、たくさんあるイベントの中でわざわざチケットを買っていただいてここに来てくれて、佐々木を見てくれて、僕たちはその景色を想像しながらずっとやってきたので、今日はこの2人もここにいる皆さんも僕は誇りに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。佐々木インマイワイン、ほどなく11月27日から、新宿武蔵野からはじめ、ほか、公開されますので、またぜひお運びいただきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは、かぶりに失礼しました。マイクを戻していただいてフォトセッションをお願いいたします。それでは以上をもちまして、Q&A そしてフォトセッションを終了してまいりたいと思います。皆様どうぞ大きな拍手をもちまして、ゲストの皆様をお見送りくださいませ。佐々木インマイワイン、内山拓哉さんです、藤原哲さん、そして細川拓さんでした。どうもありがとうございました。Tokyo
Borderless TV。